お疲れ様、スラットです。今日はですね、こちらホグライダーやっていきますね。さあ、現環境のホグということで、進化テスラロケコの方でやっていきます。まあ、前はちょっと進化ナイトがね、結構使われてたんですけど、まあなんか悩むんですよね、その進化ナイト、進化ロケット方式、まあ、進化テスラのうちの、まあ、2枚どれにしようかなみたいなね。まあ前は進化スケも、一応視野にはあったんですけど、まあ、アイスピアないけど、まあスケは一応下放されたので、まあ、ナイトとロケホとテスラで結構悩むところで、まあそのね、マイティを採用することによって、まあ、迷わずにね、はい、ロケコテスラ採用ができますんで、まあ、ロケコテスラが進化してると、まあ、このデッキのね、ちょっと弱点の、まあ、バルーンとか、まあ、なんか空に対してもややね戦いやすくもなるんで、意外とおすすめです。はい、マイティもね、結構強いんでね、対空にね、はい、ってことで、いきましょうか。まあ、基本的にも高回転でロケット星出しまくればいいイメージはある。でこれダガーなんで、このトリトンとかもしばけます。はい、強すぎます。単品トリトン、なんなら今単品何ボンバートリトン無視できたら、なんだかんだこのダガーガール強い、まあまあ強い説が出てますね。はい、なんか最強ぶっ壊れとまではいかないんでしょうけど、強いです明らかに。これマイティでさあ、しばけたら楽でしたけど、エレスピ来たんでテスラ置いちゃっていいな。さあ、であのボンバーは、まあ、キング起動に使ってもいいし、無視してもいいな。これトリトン割いてんで、ホグ行ったら何が来るんだ。あー、警戒してるっすね、偉、まあ、ウッドでちょっと削りにね行って、ファイブを使わせた、まあ、これだけで十分。しかもダガーなんでアイスピでね回収できそう。テスラもあります。はい、でマイティなので結構防衛も強いんじゃないかなと言ったとこですね。暇なんで立つ専門割いて、はい、あげますか。まあこのデッキはあのモハメドライトが使ってたんで、まあ強いでしょうっていうホグライダーね、ホグライダーマジずっと強いんでね、そのホグが弱い時代っていうのはね存在しないんですよ。本当にどんな時代であれ、どんな環境であれ、世界大会だったりマルチ上位だったり安定してねホグが使われるんで、まあ使っといて損はないですよね。まあテスラ置いて、これマイティもね置きたいな。まあウッドぐらいでいいか、てかテスラが強すぎて、テスラウッドか、もうこれで言ったら止まってますからね。で縦線もあるんで、さあロイジャーが一発も入らない。しかもトリトン使ったん でゴースト用にアイスピだけ添えて、いやマジでやばいな、強すぎる、守りが硬すぎる。しかも進化テスラあります、かつこれダガーガールなんで許容できます、このゴーストね。まあ嫌なのは何だろう、いやこのテスラのさあスタン、名前忘れたけど起きなかったパルサみたいなやつね。さあ一発もこれは入らないけど、まあ後半は正直クエイク削りができるし、なんかトリトンの位置ミスってんな、一発でかいっすね。まあこれ結局ね止まってくれたりしない、うまい、そのウッドやばい、危ね、ちょっと怖いね、このダガーがサボる時間帯がね怖いが、まあまあまあ言うて、てか今相手5打ったっすよね、めっちゃ来るやん、やばいね、めっちゃ来るが結局ね、結局止まってくれるでしょう、頑張れ、やばい、そのさボンがやばい、ちょっと流れがおまずいが、ゴーストトリトンか、ホグ縦線とか行っちゃってもいいが、これ行かなくたっていいっすね、なぜなら俺にはクエイクがあるんで、これ冷静に守れば勝ちではあるんですよ。逆に相手は攻めなきゃいけないんで、さあ俺はちまちま削りながら守ります。絶対相手の方がしんどいと思うんでね、これ、まあ、負け筋は進化ボンです。進化ボンが怖すぎるが、言うて止まってる？いやロイがやばい、危ない、負け筋進化ボンですけど、あれボンバイバー咲いたか、一発入れ、
入ってくんなきゃちょっと怖くなってくる。ちょっと怖くなってくるが、テスラで耐えれますね。しかも、さあ、火花パチパチ。あぶねえ。怖すぎる。なんか、ロイジャイは入らないけどさ、進化ボンバーを警戒しないといけないのがしんどいよな。警戒しててもなんなら入っちゃうんだね。さあ、ナイス。だから、まあ、結構入ってたな。多分、ロケ砲のパチパチが、いい味出してるんですよね。なんだかんだね。まあ、相手がやらめとか持ってても、結局ね、3回に1回は耐えれるんで、いいですよね。と、まあ、空にもやっぱ戦えるのが強いな。陸もね、マイティー立ててたんで結構硬いんで。あ、でもあれだ、ホグね、なんかよくコメントで言われるんですけど、ダガーガールがきつい。らしい。なんか、飛ばすか。多分ね、一発ぐらいになっちゃうから、このダガーでホグがね、結構削れちゃうんですよね。まあ、何も出さなかったら2発ぐらい入るかもしんないんですけど、そう、ダガーがね、結構ホグメタ。まあ、ホグとかゴブリンバレルとかの、高回転メタではあるんですよね。ダメージがね、入んないんですよね。よいしょ、入りにくくなった。まあ、逆になんか、結構 HP 減っちゃうんで、トルネードのキング起動とかを、まあ、されにくくなったのかなっていうのありますね。単品だとさ、できないんじゃねっていう思いがある。キンキアだ。いや、でかい。それで、これで、いや、結構入る。もう一発？うい、でかい。まあ、入りにくくなったように見せかけて、チャージがなければ結構入る。さあ、縦線からの高めマイティとかも強いでしょう。うん、これきついな。うん、だが頑張れ。で、ボムタワーあったっすね、これ。まあ、このなんかちょうどチャージがない時のホグライダーは強そう。結構守りにくいんじゃない？いやー、近畿か。偉いな。さあ、近畿される。で、今回、ドリル。なんかやばそうだな。やばそうなドリル来てない？ボンバーボーラーって嫌すぎはする。これマジで端前ボンバーを警戒のね。いやー、これ渋いな。サイド同じなの。いや、でもこれ入ってほしいな。入んねえかな。いやー、進化ザップ一発。うわー、それ欲しかったな。さあ、このね、うっ、ここの端前ボンバーとかがきついっすよね。これサイド逆いくか。マジで、いや、一発痛すぎるそれ。いや、アイスピも強すぎる。いや、待てよ、これ鬼きつくないか。ダガーだとね、ホグライダーの削りがさ、マジむずい。いやー、からの端前ボンバー、マジ強すぎるよな。さすがに入んないっしょ。いやー、これ火花パチパチ欲しい。いや、でかい。いやー、ワンチャンある。ボーラーボムさ、ダガーがさ、マジ強すぎる。いや、俺これクエイクで削んなきゃ勝てないんですけど、なんならクエイクで削っても勝てないかもね。やばい。うわ、このボーラーやばい。絶対ボンバーきます。うわー、終わったくせー。頑張れ作戦。うわ、強すぎだろ。どうなってんだ。本当に。だがやばいね。なんかボーラー
単品で多分完封されるんですよね、これホグライナーって。ダガープラスボーラーね。いやそうなるとちょっときちいよなマジ削れねえもんな。いかにして、まあ、端前ロケット方針を決めるかと。まあ今のはサイド逆じゃないといけなかったっすね多分ね。あ、なんか相手の呪文もなんか渋かったな。ポイザップ、うん、だが嫌だなホグ使いはじゃあちょっと今の環境大変そうですね、まあ、普段あんまホグそんな使わないけど、うん、だがね。さあネクロ珍しい。いやさすがに暇なんで逃げるか。テストラ置いちゃおうか。このダガーのチャージがなくなるこのホグが強いけどね。この時のホグさ、おお。エレキネクロスキル生むな。あぶねえ、痛え、痛すぎる。いや2発ぐらい入ってる、いいね。さあ進化工場かな。進化、え、いやーいやー2発2発はやめてくれよボンバー。これさ2発3発なんならもう1発あるよ。え、なんだろ、惜しい。いや結構入ったな。ダガーガールだよ。タイミングによっちゃめっちゃ削ってくれんな。なんか難しいね、単品でホグを飛ばすと良くないみたいな。結構タイミングね大事。ケツから出して無理やり2周目回すとかも強そうだな。さあまあロケボ出して進化ボンバーだけ。いやーネクロなんかめんどいね。うちのだがチャージがねえ、チャージがねえのちょっと渋いね。ネクロしばいてくれ。いやさすがにチャージがねえとスケモンしばけんのかあんたは。さすがに端前ボンバー、おお。ああいやでもこのだから単品ホグライダーがやっぱ良くないっすね。そうさっき自分で言うといてあれなんですけど、単品だとね本当に、ああ嫌なファイブ来ちゃったな。ダガーで瞬殺されちゃうんで、まあ、マイティープラスみたいなね重要な気がする。クエイクまであんだね。いやさすがにトレネはないだろ。いやこれマジ入んのやばすぎる。あぶね、え、俺負けてんの。クエイクファイボ。いやでもダガーのあれがなければ結構持っていけると思うんですよね。全然勝てそうだけどこっからでも。でマイティー盾が欲しい。別に盾戦だっていい。しかもクエイクファイボなんでこういうのがきついんじゃね。でダガーでこれ一旦止まるんでこれは強い。いやでもこうなったらマジで結構やる。しかも共有できる。おい、え、ホグライダーがさ止まりません。いやマジホグの飛ばし方マジ相手のタワーで変わるわね。まあダガーとか、まあ、それこそブラスターとかにね縦線ホグが刺さるよね。マイティーホグとか単品ホグの時代は終わっちったか。まあ、プリンセスタワーとかだったらねそんな考えなくて飛ばすだけで相手は対応しないといけないけど、ダガーだとマジで入んねえな。豚端前出すだけ最強ホグ時代がね終わるかもしんない。これはねダガーがちょっと強えね。マジホグ強かったんだね。なんだかんだトリマー端前から出しとけばいいみたいな。まあ、対ダガーに関してはそうじゃないよと。完封されやすくなったな。さあコウモリね、なんだろうね、ヤナーメジャイスキャラ的な。お、これ結構入る、でかい2発。この2発ちょっと美味しいけどな。まあジャイスキャラかさすがに。いや流れがちょっといいな。まあリトプリとかいんのかなこれ。近畿か、
まだロケホ延命できそうならしちゃっていいな。え、でかい。ロケコ、どっちそっち行きすぎじゃない？え、なんか相手、やばい、ダガーが寝てるわ、熱っ。さあ、ダガーガールの弱点。ああ、バッテリー。ごめんなさい。さあ、ダガーガールにホグライダー、まあ弱いっちゃ弱いんですけど、今みたいな状況になるとさ、超強いです。いや、こんなんもテスラがね、すべてやってくれます。で、クエイクッドで終わるんじゃね？終わんねえのか。いや、ダガーが弱い。残念なお知らせ。ダガーが最初だけ強いんだけどね。マジ後半が弱い。え、でかっ。プリンセスタワーとかだったらね、こんな事故ってなかったと思うんで。まあ、こういうデメリットもまあ、あるのはあるよね。あるのはあるよね。戦い方次第かな、結局でも。対ダガーへの、やっぱホグとかの戦い方はそれこそね、やっぱシンカナイトとか、そういう組み合わせが大事な気がする。縦線からの、マイティからのホグみたいなね。単品だけは良くない。今まではまあホグの後ろの縦線でしたけども、今後はね、ホグの前の縦線かもしれない。一発？いやー、よくやった。一発撃ってくれるだけでいい。さあ、で、ここはこのマイティで、剥げさせてあげて、潜れたら、潜ってもいいね。さあ、進化テスラもなんなら縦の戦士もあるんで、まあ、ダガーが寝ても、なんとかはなりそう。クエイクもあります。よいしょ！さあ、ナイス。いや、マジ一本。あんな簡単に、ね、折れるとは思わないもんね。さあ、ラッキーだな。ダガーだからこその弱い部分もありますよと。めぇめっちゃやるな言ってくれるやん。アスパラガッタ。さあ、クチークやん。まさかの。さあ、チーム基礎所属のね、元プロですよ。クチーク。ナッツ知ってる人少ないかもだけど、あの鬼失礼なことを俺は言ってないけど言ってた時期はあったな、何人かが。クチークが上がるデッキは強えっつって一時期話題になってた気がする世界で。いやマジで懐かしい。最近見なかったかも。チークね、クチークってなんか名前がいいんだよな。さあ、ジャイだな、これは。最近流行りのエリポンジャイじゃないこれ。いや、来ましたね。まあ、ホグの飛ばし方かな。いつ、どのタイミングで飛ばすかっていう。エリポンジャイ、まあ、クエイクがあるのはいいんですけど、まあ、一つめんどいのは、間違いなく進化ボンバー。ジャイの後ろのボンバーね。1、2。もう2枚ぐらいで回るな。呪文がね、多分ディガーザップとかだと思うんで、ロケ砲は生きるんだよな。早めにしばきたい。もう1枚だろ。ザップか？いやー、でも強い。ちょっと違う気もするが、まあまあまあ。まあ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 いいんじゃない。いや、ガーディアンか、リートプリが。いや、これボンバーとか来ると、いや、さすがに来るんだな、元プロ。え、うまくね。いや、さすがにね、嫌なことを分かってんですよね、クチーク。いや、でも相手はトリトンとかないんすよ、多分。多分じゃねえ、絶対。なので進化ザップね。いや、結構いい相性だと思うんですが、どうだろう。ザップだけだと思うんだよね、俺の記憶だと。いやー、まあこの進化ザップがね、強いみたいなとこがある。え、待って、残ってる、熱い。さすがに何があっても延命はするよね。え、相手ディガーがいないんか。え、ヤナメ、待って、ヤナメ話聞いてない。
柳川メザップはね聞いてない。あ、終わった。いや、え、これ竹変わんの。え、あー強すぎる。え、マジでね、ジャイ最強すぎん。今ジャイ時代本当に本当にごめんね、最強デッキとか言っちゃって。いやー、これねボンバーね、今までだったら5、6割でゴブリンドリルだったんですけど、まあ今回はねジャイの可能性が結構あるんでね、まあランバーが出てくるとまた変わってくるが、いやでもこれ、あ、エリポンゴレか、さすがに。いや、ボンバーの採用率圧倒的1位だな。リトルプリンス、あなたも、あなたもなんか下放された割にずっと強いよね、リトプリ君。いや、まあまあちまちま削りまして、削れてんのかこれ。ここのやばい、間に合ってほしい、間に合ってない、やばいけど禁忌されないんだこれ。熱い無骨、惜しいね。え、逆に俺が禁忌できん、なんかすごいことが起きそう、怖すぎる。なんかすごいことが起きてない、大丈夫そう。なんかトルネで、トルネでなんか吸われて遊ばれてんな、マイティかわいそう。あれでもなんか多分ね、そうじゃないんだよなーっていうトルネになってんな。俺のマイティの位置がちょっと良かったか。さあ来る。いや、これ縦線からのホグ結構刺さんないかな。この後の防衛はまあセンスではある。縦線がね地味に火力高いんだね、こいつ。いや、マイティでハゲさしていいけど、ライドラが来るよな。来ると分かっててもハゲささなきゃいけないか。アイスピで止めれるか一瞬。いや、これめっちゃいい。うっ、危ね、マジ強くね、マシッソよ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 。で、このロキコに取りに来るよ。はい、誘われてます。あなたはそれに気づけた時にはもう遅い。え、生きるんそれ。生きるんそのロキコ、美味しすぎるな。まあ、トルネ持ちではね結構ホグ刺すの難しいので、今みたいにロケット押しとか、まあ、遠距離ユニットを出すと結構来やすいんでね、トルネがそのタイミングとかで攻めてあげると意外と良かったりしたりするかもしれないさ。気づけばもう600なのでイージーゲームでしょう。まあロケホー最強かな、さすがにリポンゴレにはね、ぽい。いやー、いいんじゃない、縦線ホグちょっと良かったなあれ。普通のタワーとかだったら、てかまあブラスターにもか、なんかホグの前にユニットつけたら強いっぽいね。さあ当たり前にダガーガールなんですよね。お、おもろいやつ来たな、ガンミ。ガンミ、てめえの腐った根性教えてくれよ。やば、せめて勝てそうになってから来いよ。いや、アーチャーね、まあジャイスキラかな、こうなるとザップ来ないで。泣いてる、可愛いかよ。さあジャイアーチャーバーバリアンか、やなめ。まあさすがにスケラっぽいんですけどね、ジャイスケラ違うかな。アーチャーババが進化しよ、さすがに。でボン、いやボンバーとかがいるかもね。うん、いやーボーリーね、ボーリーババアーチャー、なんか厄介なカード多めだね。まあ、マイティ、これマジで最強説ない。
雪玉で頑張ろうとはしてる。雪玉だともう限界があるよね。いやでかい。え、その斜めやってない。いやこれ縦線先行が良かったな。まあ変わんねえか。いや勝った。いやさすがにマイティ潜るか。いや地味に優秀。いや結構削れてないの渋いかな。普通にスケラーの防衛というかなんかめんどくない、相手のユニットが何なんだろう。あれにクエイクって打ったら終わります。ハイボのパターンだけやめてほしいな。やばい、マイティなんか角度変わった。なんか変わったんだけどこいつ、気づいたら。いやーそうなんですよね。なんか冷静にきついよな。ババ使ってほしいな。もう冷静になればなるほどきついんだよね。ダガーガールだかんな。ボーラーとかで完封されちゃうんですよね。こっちに行っちゃう。え、結構美味しいか。いや、いいアイスピ。でかい。それ強え。うん、そのナメプ、嫌な雨はちょっと変わるんじゃない。あんま変わんねえか。雪玉つえ、惜しい。マジできつすぎるか。いやこれでダメージ入んのがもうバカバカしいな。ほんまに言ってますか。え、やば。諦めないとはこういうことって言えないな。諦めてたな。全然諦めてたんですけど、最後気合のぶっぱしてたら勝ってました。はい、なんでラッキー。そうやられ使った。これ行こうぜ。スパーキーかチキンっつって。いや結構きついんじゃないこれ。ガゴムレ。いやーマイティ潜るのもってねー。けど潜るか。いや潜るのもってねーなこれ。アイスピーなかったしなー。まあ仕方ないか。え、さっきの勝利でかすぎんな。終わったこれ。5ワードぐらい取られてんだけど。ちょっと待ってよお兄さん、一回冷静になってくれよ。頑張って守ろう。縦線はあるよ、うちには。コウモリ絶対来るやん。来んのかい。テスロ、よくやった。やだー。危ねえ、単品コウモリでも死ぬ。よしよし。いや耐えた。5ワードぐらい取られてたんで、これを耐えれるならもう負ける方が難しい領域です。ホグからの、いやー許容されるか。
一旦ねまずエリアの調整しまして、はい、一旦守ります。余裕あったら豚飛ばしてもいいんですけど、単品飛ばしが弱すぎるんでね、悩むよね。いやこれちょっと強い。ちょっとどころじゃねえか冷静にアホか。やゆきかやザップ早く使ってほしいな。あ、そのタイミングはうまいやん。俺が攻めたいタイミングでね。さあ今ヤナアメでも使った後なんで、このロケ砲がちょっと強くて、このロケ砲をしばこうと相手が呪文使うとみたいなね。さあ次の俺のロケ砲がみたいな、この流れどうですか。やべ、ロケコに打たないで。うっ、危ねえ。いやー、なんかなんか怪しいな。進化ですらマジ頑張ってくれよ。お前に全てかかってるぞ。そのうわ、待って、雑発した。おっつ、やめ、耐えるぞ。え、これ買ったくね。いやー全然ブシャーつって一発でいけー。やべえか、守ろうよ。クラロはね、守れるやつが勝つんです。うわー、そのなんか先打ちっぽいやつやだな。え、テスラ強ない？そんな強くたっていいのか。やばし、許して俺を耐えさせてくれよ。さすがに耐えれそうだけど、なんかめっちゃおらん？なんでそんなに来たん。やべ、待って、なんだこれ、嘘でーす。いや、このマイティ怪しいか、このマイティ怪しいな。いや、これ延命したいね。こういうの大事、逃げちゃう。そして、え、これめっちゃ良くね俺。なんか嫌だな。いや全然止まんな。テスラとかいうものマジでチート、こいつ。何本生やせるんっていう。だからね、マスも使う部分が少ないからね、立てやすいしな。おい、さあまさかの耐えます。まさかの耐えれちゃいました。さあというわけで、マイティオグね、進化テスラロケ型ね、結構いいっぽいので、ちょっと皆さんもやってみてください。まあ単体でね、ホグを飛ばさなければ、ダガー相手にもね結構刺さるかなと思うので、はい、まあ結局ホグライダーは最強でした。ではお疲れ様でした。またね。